こう。すごいな、初めてですよこの港。これがですね、今から乗る船なんですけども、大体どれぐらいだろう、 2,30 分で着くのかな。ちょっとね、船旅ですけども行ってみましょう。1420円、はい、はい、ちょうどね、はい、はい、ただいま、はい、どうも。いや、もうだいぶ遠くなったな。あの辺りが多分宮島ですかね。で、目的地の安達島は多分こっちの方だと思うんだよな。おそらくね、歩いて一周できるぐらいの島だと思うんですけど、いかんせんね、初めて行くので、よくわからないところがあります。さあ、どこ行こうかな。おお、ゴミが多いな。さあ、とりあえずは島に来ましたが、ノープランですね。
いいな、こういう路地とか入ってみたくなるな。何があるかわからない島ですが、初めて来たのでちょっとうろうろしましょうね。かすれてて地図が全然わかんない。いいですね、なんかこう港町っぽい感じがするな。通れる道なのかどうかもよくわかんないな。もしかして行き止まり？原付ノーヘルはデフォなのかな、ここ。まあ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 、警察の駐屯所とかもなさそうだな、この辺は。どうだろう。遊漁者の皆さんへ、サザエ、ウニ、ナマコなどは取らないでくださいと。漁業権をね、持ってないとね、そういうのは取れないですね。ということで行き止まりです、こちらは。なるほど。さあ、今度はちょっと坂を登ってみますか。一応上には上がれるようになってるかな。いいですね、なんか島散歩っぽくなってきたな。あれ閉まってんの。開けてもいいのかな。まあ開けさせてもらおう。鍵を閉めておこう。なんかグラウンドみたいなところかな。なるほど。こういうとこでね、キャンプとかできるんだったら全然やるんだけどな。ちょっとね、実名が書いてあるんでこの辺ちょっと映ってないと思うんですけども、この辺にある木はね、それぞれがなんかこう、結婚記念樹だったり出産記念樹だったりとかね、人の名前がちょいちょい書いてあります。なんかこう寄贈するものなのかな。象大竹氏って書いてあるから、まあそういうことなんでしょうかね。これはなんか学校っぽい建物だな。きっと小学校みたいなのがあったから、それかな。小学校跡地になるのかな。さあ、普通の家も出てきたぞ。犬に吠えられてます。なかなかね、人も来ないだろうから。ラブ BFA。 じゃあ、さあこれから山登っていく感じになるかな。わ、結構厳しそうな山道になってきましたが、まあ行ってみようか。とりあえずね、今日は島一周ですからね。一応目標は八幡島。友人島で面積がですね 2.41 平方キロメートル、最高標高が204メートル、
で島民の方の数が確か270とかそんな感じだったと思うんですよね。令和2年のですね、国税調査によると、平成27年は島民の方252名いらっしゃったそうですが、今は207人と減ってますね、だいぶ。今日はちょっとね、見れなかったんですけども、フェリーに乗ってる時にね、運が良ければ、スナメリとか見れたりするらしいですね。こっちはいいでしょ、行かなくて。こっち行こう。今日はちょっと半袖なこともあるので、やめときましょう。雲の巣がすごいんだよな、さっきから。今まだ手にもね、雲の巣ついてますし。一応車が通るんでしょうね、ここ。車が通れるようにはなってるんだろうな。ちょっと通るのには勇気がいるかなって感じですが。すげえな、すげえ道だなこれ。台風とかでこんなになっちゃったのかな。おすっげえ太い雲の糸ある。さあここ通らせてもらおうか。もう通らせてもらうしかないもんな。よいしょよいしょ。でこれも取ったらいいの。うわすげえ道だなこれ。さっき車が通れるって話をしましたけど、これだと通るの難しいんじゃないかな。よいしょよいしょよいしょ。うわすごい。マジでなんか蜘蛛の巣だらけですね、顔の周りとか。すごいとこだったな。いやまあ行きますか。お、なんか開けましたね。よいしょ。うわーまたここも蜘蛛の巣。いやだな。下から行こう。よいしょ、くぐっていこう。うわぁ、そしたらここも蜘蛛の巣。やだやだ。あたた島に来られる方はですね、この山道はちょっとおすすめしないです。全くこう、手入れされてないですね。こう、草刈りされてるとか。だから普段のこの生活、道路ではないんでしょうね、きっと。いや、すげえな。今回はですね、広島県大竹市、あたた島というところに来てますけども、これをですね、まあ、こうシリーズ化したいと思ってます。おー、またおった、島歩き？映ってるかな？すんげえ太い。あ、海岸に出た。海岸に出たけど、今回はですね、広島県大竹市のあたた島というところに来てます。こんな感じでね、島を歩いてるんですけども、まだね、行ったことない島ってのがね、結構あるんですよ。存在は知ってるけど行ったことない島とか、そういうですね、普段行かないようなところ、例えば他県に住んでると、まあ、そこにはわざわざ行かないだろうみたいなところにですね、ちょっとずつ突撃したいなと思ったりしてます。次に考えてるのが、山口県徳山市の大津島。知覧は有名なんですけど、大津島っていうのはね、そこまで有名じゃないんじゃないかなと思うんですよね。飛行機の特攻は知ってるけど、魚雷の特攻は知らないっていう方もいるでしょうし、特攻の島っていう漫画ありましたよね。だからそれで知ってる方もいると思うんですが、山口県に住んでる僕ですらね、今まで行ったことがないので、
今回のね、あたた島っていうのは歩いて一周できるような大きさだったんですけど、大津島に関してはね、自転車がないとちょっと難しいかなっていう大きさだったんで、まあ自転車乗って行ければいいなと思ってます。どっちが正解なんだこれ。こっちが正解だと思う多分。道がここで終わってる。え、行き止まりやん。この広場何するとこなんだ？道間違えた、戻ろう。ああ、疲れた。こっち行ったら海の家なんで、まあ、泊まるとしたら、この海の家なんだろうな。ああ、疲れた。広島県大竹市っていうところはですね、ちょっと泊まってみたいところ二つありまして、一つはね、自然の家八坂っていうようなところなんですけども、旧小学校跡なのかな？小学校跡で、校庭みたいなのもね、そのまんま残ってるんですけども、そこに泊まれるっていうね、なんかこう自然施設みたいなのがあります。で、それを調べてるときにですね、この自然の家、見かけたんですよね。だけど、どこなんだここはっていう感じだったんで、今回初めてその建物の辺に行けると思いますけども、国登録有形文化財、あたた灯台資料館、灯台の資料館か。ちょっと失礼します。まあ、建物はね、ちょっと作り直したりとか手を加えたりしてるんでしょうけど、このレンガとか当時のまんまなんじゃないかな、きっと。3号宿舎。まあなんか時代を感じるな。ああ、なんか、一応ここで行き止まりになってる感じかな。さすがに資料館とか鍵が閉まってるんじゃないかな。うん、閉まってますね。しかも、ドアが古いな。古いタイプのドアだ。こういう建物がね、残ってるのはすごいですよね。今のところこの島で一番見応えがあったところだな。さあ、戻ってきました。さっき休憩したところですね、これをこっち側に行くと山道になってしまうんで、今度こっち側ですね。これで島の中心部に行けるはず。階段が一応あるけど、どこに繋がってんだこれ。あ、登山口になってる。高山登山口。ここも結構登ってきましたけどね、もうちょっと行けるのかな。もうちょっと行けるってことでしょうね、きっと。まあいいでしょう今日は。ということでね、あたた島は、船着き場ついて右側行っちゃダメですね。左側行かないとダメなんだな。あ、観音山入り口。これ今のが観音山だったのかな。これも下降りれるけど怖いな。これ家とかありますけどね、あっち側に。
買い物とかどうしてるんでしょうね。なんかいろんなことが気になるな、住む上で。病院とか、警察も見てない気がしますしね。正直言って何もないな。八幡島神社、神社も後で行きましょうかね。おー、郵便局、郵便局があって何があるんだ。こっちもね、一応ね、道は続いてるっぽいんですよね。あー、でも民家になるのか。まあちょっと歩いてみようかな。こっち行くと多分さっきの方なんで、こっち行ってみますかね。古いお宅が結構並んでるな。もしかして一周しちゃったかな、ある程度は。組んでんな。こっち行ってみよう。どっちだ。こっちやろうな。おお、タバコ。あ、これが商店かな。閉まってるな。もしかしてこれがお店かな。おー、来たところだ。はあ、ジュースの自販機ここにしかないのか。島の入り口にしかどうやら自販機ないっぽいですね。
あそこにもあったけど、やっぱ入り口だけなんだな。これはね、さっき来た時に、こう来ましたよね。こう来て、こっち側に進んでったんですよ。入って右。じゃ入って右じゃなくて左に進んだらどうなるんだろう。これも行ってみましょうか。そんなにね、ひどいところまでは行けないと思いますけど。今回はね、初めての企画ということで島散歩やってますけども、今回ね、初めての島にして、盛大な壁にぶち当たっております。飲食店が全くない。食べるものがないので、お昼ご飯とかね、この島とかで食べたかったんですけども、あれは幼稚園か何かかな。一応幼稚園もあるんですね。ただこっち行っても何もないな。行き止まりですね。マジで何もない。あっち側にね、行けるっぽいんですよ。この橋じゃないけど、まあ橋か。これを渡ると、向こうまで一応行けるっぽいですね。時間的にはあと2時間ぐらいあるので、まあ全然余裕で行けるでしょう。どうやらね、この島の中には2つ神社があるようです。こっち側にある稲荷神社っていうところと、こっちの島ですね。もう一個島があるのか。こっちにある、竜宮神社。名前的に竜宮神社の方がなんかご利益ありそうだから、こっち行きましょうか。まあ、この島もね、結構ちっちゃいですが、まあ、ちょっと歩いてみよう、せっかくだから。せっかくだからというか、もうね、することがないんですよ。来たのはいいけど、本当に何もなかったんで、まあすごい街並みはね、良かったですけどね。街並みを散歩するためだけに来てもいい感じはしますけどね。なんか、ああいう入り組んだ、なんて言うんだろう、迷路みたいな家というか、すごい狭い感じ。で、しかも、島の、島風がある感じでっていう、ね、そういうのが好きな方はいいでしょうね。おー、牡蠣の養殖してるんでしょうね。牡蠣の殻がすごい。イワシか。煮干しイワシって書いてありますね。イワシの加工場かなんかかな。おお、これか。どこだろうと思ったら、これがその神社ですか。竜宮社、竜宮神社。割とね、新しめの10円玉入れておきましょう。はい、島をね、一周してきましたけども、これ以上ね、行くところがなさそうなんですよね、とりあえず。もう一周してしまったかなという感じがします。島散歩一発目っていうことで、ちょっと食事どころとかもなかったのは残念ではあるんですが、まあまあまあ、やっぱりね、島なので観光地ではない島ですからね、まあこういったことはあり得るでしょう。昔ね、僕が読んだ本で、大月健二さんの、行きそうで行かないとこ行こうっていう本があって、もう本当東京とかに住んでて、行かないようなところ、例えば東京タワーとかもあったような気がするんですけど、なんか有名すぎて行かないとことか、近場でなんかこれどうなんだろうって思って行かないとことか、そもそも近場で興味すら持ってなかったとことかですよね。そういったまだ行ってないところっていうのをね、ちょっとずつ埋められればいいなと思ってるので、まあ、次の島散歩、来月できれば行きたいなと思ってまして、福岡行って帰ってきてから編集とかもあるので、まあ、その辺が落ち着いたあたりですよね。できれば自転車持って一泊で行きたいなと思ってます。その一泊っていうのは、大津島、回転の島ですよね。回転の島は泊まるところがあったんですよ。
エアマットとか持っていけば全然寝られると思うので、そういうとこも行きたいですね。で、晩ご飯とかは、まあ、カップラーメンとかでいいんじゃないかな。で、お酒とかも飲むんだったら、カップ酒持っていくみたいな感じで、冷蔵庫がいらないやつですよね。クーラーボックスとかもいらないような、そういった島旅とかね、やってみたいですね、次は。さあ、今時間は1時。1時10分です。夢タウンの近くの港までは、あたた島発が6時、7時半、12時半、3時50分、6時。逆にですね、大竹からこのあたた島までは6時45分、9時半、2時40分、5時15分、6時45分となってるので、もう12時半は乗れなかったんで、次はやっぱ3時50分ですね。これに乗るしかない。ちょっとどっかでのんびりしよっかな。まあ疲れたけど行っとくか、とりあえずね。よし。疲れた。なんだこれ。カルピスでも飲もう。